タトゥーはダメだけど、ホーリーシットはいい。そう、なんか。オッケー。なんか、左足首赤くない。藤野選手。二十。五十。あ、多分大丈夫だ。後でタイマー入れるから。あ、そう。うんうん、おお、パンチを入ってるんだけど。顔でブロック。 顔でブロックです、ね。聞かないクラシックテクニック。<laughs> <laughs> おー、ナイスタイミング。浜崎選手、いつもその右手低いんだよね。ね。そうでも、パワーありますね、浜崎選手。でも、ハムソーリーその右その、ね、その穴を見つけたよ。うん うん、<laughs> 硬いなあの浜崎選手いや、うん、硬いよ,硬いようわああケイも硬いカーフ浜崎選手フィニッシュするって言ってますね う,うん結構冷静に見てるよねね前回はグワーってきたもん <laughs> そうちょっとなめてたもんねまあ一回勝ってたしね朝倉かなり今回もねもう一回勝ってる選手、うん、でもそう 多分、朝かなカンナ選手なんだろうそのハートをちょっと舐めてたんじゃないああ<ー>、うん、若い子だし。なるほどね。あれ、いい、すごいいい試合でしたよ。そう、うん、いい試合だったよ。お<ー>お<ー>なんかそう、そいつも違って、浜崎選手、一ラウンドそんなに行かないね。レースにやっるでしょ。ああ、あの、右フック。うん。 ダウンああ、でもね、ストレート当たってるじゃん。あでも、もらうと、結構、怒るんだ。浜崎選手。ああ、おお、大谷さんなんだ。痛い。痛いフック、聞いた。聞いた。聞いたよ。ちょっと膝がくいったね。聞いたよ。だって、ペース変わったもん、完全に。ガードも、今、しっかりしようとして。そう、そう。 <laughs> その浜崎選手の左ボディストレートから右フック何回か出してるんですけど、うん、あの右フック当たりますねあの右フック当たるでしょ左から右は当たると思いますむしろよねこういうこのファイター versus このファイターだったらこのパンチが当たるっていうのがあるんだよ、うんうん 今のストレート嫌がってるよ。ああ、うん、早いね。パーンこの距離は良、ね、くないね。藤野選手に対して。<い>もっと入んない。ちょっと近寄んないとうそうなんだけど。 近寄ると、あのパンチが当たるかもしれない。今はその近寄るとそれが当たんないのまあでも、対面してるとね<う>、近寄ると当たっちゃうって思っちゃうじゃん。そこまで入らないといけないから、でもこの距離で待ってるのが一番悪い、うん、あ危ないうん、うん。浜崎選手ちょ、すごいリラックスしてますね。う、ね、うん、うん おーストレート入った。そう近い近寄ると当たるな。なるほどね。<laughs> うん。行けるよ。いや。お、ーでもあれがね、あれが怖いよね。いうん。<laughs> 何なんだろうね、なんでそんなに重いのえー、めっちゃサンドバッグ売ってるんだよ、多分。うん、うん。そういう動きだもん、うん、に見える。サンドバッグめっちゃって、それか、うん、レスリングたくさんやってるか、でも、硬いじゃん、ここが。多分生まれつきなんじゃない、これ。<laughs> 生まれつきもあると思います。 ボンボーンボーンよしゃなんか引いてるじゃないですか That hook なんか前に来て前に来てってうんです距離作ってうんうんだから中に入ろうとするのはかなり大変だと思いますね、うん、そうだねでもあのコンビネーションあと23回もらうと多分もう終わりじゃんうん まあね、でも勝たないといけないじゃん。うん、でも勝たないといけない。どうするのっていうこと。お、それは藤野選手。を見るしかないですよ。<laughs> 彼女の答えは。何なんだろう。<laughs> うん。おい、失礼だよね。いきなり当たったい。いきなり入るっていう。ことですね。ああ <laughs> <おー>。<laughs> ストレート早い。 パンチ早いよね早いなんか浜崎選手ってあの、UFC のあの人みたいフィギュレード <laughs> フィギュレードか、うん、ガード下,が下げて パンチの重さでもヘッドムーブメントはないじゃん。まあなんとなく、ああでも合わせられたよ。うんうん。でも、スしッは分かるよ。フィギュレードももらうよ。バンって。でも流し結構流し。流す。まあだからレベルの差はもちろん,なん,かあるんだ。そう、あるも分かる。その硬さと。うん、そう。フィギュレード結構固めないカード。ガード、うん、No フィギュレードって何あの、フライ級だった。モトチャンピオン。うん。めっちゃ強いよあ、うん。強いけど。なるほどね。 確かにガード下がってたよね。うん、フィギュレロはもう全然開けないこと。<laughs> 全然何ズンズンズン。ズンズンだよね、ズン <laughs> でも、まあ、そこは男女の違いだと思いますけど、女性にとってはかなりズンズンだと思います。なるほど。浜崎選手。確かに。ああ、<laughs> ナイスアウト,レートあ。あんなの打てる女性いないのパーンっていくよね。 本当にそのワンのトーナメントとかで見たい浜崎選手をスタンプと戦うとどうなるんだろう、うん、ね平田選手と戦うのはどうなるんだろうああ平田選手には勝てるよね勝てる勝てるう,うんあれねでもだいぶ良くなってた 打まだ<う>まだ全然浜崎レベルじゃないけど。前とかだったら。かベラトールで戦ったかんな渡辺、ね、渡辺選手いるじゃん。はいはいはい。なんとなく、それぐらいじゃなん。ね、あ、あれよりは、大丈夫。それよりは、<laughs> う<の>もうちょっとできてる。もうちょっとできてる。<Okay> あのだいぶ。今回の試合と前回の試合では、なんかレベルが一個上がってた感じ。ああ。 そっかまあ柔道で終わった、ね、スタンプに勝てるかなそれは面白いんじゃないスタンプ打撃結構うまいでしょうまいよ燃えたいベースでただパワーはやっぱり浜崎が上うんなのであのその一発もらうと全部変わりますからねその一発いやー <laughs> あれはも何もかも変わるよはい、はい、おー,おー 入れないねうどうする頭振らないと頭動かさないと蹴りとかもそんなに出てないからねうんそうそう <laughs> バックステップすごいよね浜崎選手、うん、もう完全に回されてるねでも下がるの浜崎選手<う>必要な分だけ下がってバンってパンチ入れたり,りほら 下がって<ー>カウンター入れるだから、前に藤野選手、前に行ってもパンチ当たる後ろに行ってもパンチ当たる<ー>超リラックスしてるしすごいリラックスだよ、その軽いフットワークで、ね、ああ、そうだね、これやられたらこれはね、強いですよね、うん、強いですよ。 スムーズのもう本当に楽に動いてるじゃないですかああでもねでもそうパンチが当たるとそういう動きが崩れるっていうのはあるんだけどでももらってないからもらうまで全部いいよねねね一瞬だけそのんだろう穴がそう一瞬穴が開くよねうってか目つぶってうんやるところが見えちゃったから うん、打撃うまい選手にはちょまだちょっと困るよね。でも、そのそういうやつはタックル取れるっていう。おい聞かせた。あ,あ行くよね。キャフケークはやばいよ。あでも、おい。でも、<い>でもこの足運びはすごいうまいです。うん、あの、浜崎選手の。見てた。ね、これね、<laughs> This is boxing だよ。 <Yeah. S 1> G 君どうだよ <Yeah. No. 笑> <laughs> これは結構ボクシングだねボクシングスタイルですよボクシングスタイルだよね、うん、下がりながらパンチとかそうパンチとってヤチと違うねヤチ選手はもうちょっと燃えたい燃えた,、ね、たいスタイル、うん、ト,ントントンジャブジャブテリーパチ,パチそうそうそう,そう違うフットワークだったね,ねもっとなんか身体能力に頼るフットワークヤチ いや、あ、じゃ、もう一回したい。もう一回したいで。なるほど。まあ、でも、すごいよね。日本のトップ選手が四、三十九歳。で、一番強い。<laughs> え、これ、すごい強いと思いますよ。あ,ね、あと、浜崎選手の構えの広さと。広さを変えるんですよ。動きながら。構えごと下がるんじゃなくて、狭くして回ったり。 ワイドスタンスになってるそれでパワーがつくわけンボクシングですねそうだからどんな構えでもパンチ打てるっていう強い藤野選手あのずっと頭狙ってるのでちょっとボディにパンチやってたりとかヘッドハンティングはね、うん、<ー>テイクダウン行ったりとか何か混ぜないとこのままずっとポンポンやられちゃう ジュースも強いからねでも <laughs> ああ、まあ、それもあるしガード低いから頭狙いたくなるんですよ <laughs> 消極的ってどういう意味正直言ってはちょっとそんなアグレッシブじゃないええー、<ー>そうなんだなんええー、浜崎選手すごいいいパフォーマンス見せてると思うのに僕はいやねえねう <laughs> ガンガン行くんだねケオスにグな本当に。ああ、ケオはきついよ。そうだ、ね、そのモイタイのステップワークとボクシングのステップワークの違いが何なんだろうって今考えてるんだけど。うん、モイタイは蹴りを出せるような動きなんじゃないステップじゃないと、ねうん。だって浜崎選手、蹴り出してないもん。 出せ,出せないと思うよ。そう出せない<も>この動きだと。でもパンチは出せる。うん、とあとパンチをかわせる。はい、かわいい No! スタートあっ、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  ああそういう選手もいるけど、まあ一つか選手によるね、でも向いてた方がいいと思う。うん、うん、ちょっとごちゃごちゃにしないと、そうだね、うん、向いてた方がいい蹴りを出せるね。うんうん、でもそれだと横に動くのが難しくなるんですよね。そうそうそう浜崎選手は向いてないんだよね、うん、ちゃんと回れるし。といいところで よっ1 <laughs> 一個ポンでも判定で勝つように見えるよねうんいいね今ボディいったおい ねうまいね、<coughs> 花崎選手。ホーリーシットですよ、ホーリーシット。なるほど。あれですよ、<laughs> <laughs> <laughs> なるほど。<笑><笑>ねコメント欄でお知らせください、知ってる人。ちょっとあこの後検索してみようか、Google で。ホリーシット。うん。何のブランドなんだろう。うん、あ、カモン。なんでよ。俺のネットが悪いのか、それともライズン

ちょっと…抜けたーうんおー一<ー>分半ですね、あと一分半ホリーシェット、ストアがあるんだな、<ー> <laughs> な、な、何を売ってるのあれシャツアパレルブランドだねお、oh, what?

カマーンなんでだよああ、もうなんでだよなんでだよ終わってんじゃん。<laughs> でもこれ見れると思う。ごめんね。お最後1アンんだ。オッケー。ここでもう一回乱れるとギブアップする。 ここがダメなんだうんまあじゃあ OK ごめんねよ全然全然あでも結構ああ頑張った一方的だったよねそのパズルは解けなかったね最後までねえそでもこの右が当たったんですねいい右が当たって へ <laughs> い <laughs> うわーでも結構だって3発ぐらいめっちゃ効いてたもんねうん、うん、結構かたい方が最後まで倒れなかったのはすごいわうん、階級上の選手だからね、うん、タフだし、うん、フィジカルもすごい強いと思うけどでも効きますよあのパワーは。 ダウン1回もないぞぞぼ増きんのパワーだよ増ぼ菌パワーですね、えー、知らんけど <laughs> <laughs> 素人に変なもん強い <laughs> <laughs>